続きましてね、道章、駆逐艦の道章、万章と書くんですけど、道章というのに助けられてですね、うん、私は偶然に水泳が達者だったもんですからね、全速力で駆逐艦に泳ぎ着いたですね、もう当然両手はやけどっておるし、右の足の中間に断片が入っとったですね、私は。そこを血が出とったですけど、今度それを縛ってですね、泳ぎ着いて、ということになりましたけどね、その時には、その時の状態はですね、それでしばらくして船はちょっと見ると赤いハラハラを出して、仰向けになったんですか。横向けになった。横向けになった。左側、はい、右側にちょっと傾きつつ、傾きつつ後ろからガーッと沈んでいきましたですね。こうなってで、こういう感じ、こううつ伏せになるような感じで、こう後ろ、そうですね、ちょっと右側に傾きつつ沈んでいく状態ですね。その時にもう船には残っていなかったですね、みんな。私と10人ぐらい残っておったでしょうかね。まだ高かった、飛行甲板から海面まで高かったですね。何メーターあったかよく分かりませんけども、飛び込んだですね、もう巻き込まれると。渦でこう沈む、船が沈む時に巻き込まれて、自分もこの、海底にこう連れて行かれるという、だけど私は経験が、第一回目の経験は、ニューギニアのラエでもって、巡洋艦コンゴーで沈んだ時に乗っておりましたからね。第2回目の経験、船が沈む時に、2回目の経験だったもんですからね、巻き込まれるということが頭にあってですね、で思い切って飛び込んだですね。だけども、ちょっと自分の自慢話になるんですけども、学校の時に名古屋の学生水泳大会で、何百人の中の準優勝したんです。それで言うように水泳には絶対的な自信を持っておったと、いうようなことで、4時間泳いだです、ね、はい。今日は残念ながら資料の本ができておりますけど、ちょうど持ってこなかったですけど、4時間を泳ぎ切ったですね。それで終戦を迎えると。だけどその今度、それからがまた大変な思いが、終戦までがまた大変な戦いに臨んだというわけですけども、一応真珠湾、ミッドウェー、マリアナという3つの戦いにおいて、当然日本の運命が左右された3つの海戦だったですね。命というものは、初めに、戦う、もう今から戦いが始まるという時に、全員死に方用意、死に方用意という号令をかかったですね。全員死に方用意、これは戦艦長門が沈む時にも、長門と大和が沈む時にもかかったそうですけども、全員死に方用意という号令でもって、死んでも見ることはないという考え方だったですね。私は軍人としてそういうように教育されていたですね。生き残った方って聞いた方がいいのかもしれませんけども、何人ぐらいの方が、空母費用の場合にですね、1300人乗っとったですね。約900人は艦と運命を共にしました。それで、さっき初めに申しましたように、一番深いところが1万920メーターありますから、地球上で、その
ちょっと横だったんですから、費用が沈んだところは4000メーターですね。あ、それでも深いですね。それでも深いです、ね、そこへ900名の船友は今も眠っていますね。ですからこの話をしとっても、まあ、涙が出てくると。そうするとあの戦友の顔、この戦友の顔が今浮かんできます。これが真実の我々海軍の軍人の思いですね。まあ話があまり上手ないからよく進みませんけども、こんな程度がマリアナ海戦の現実だったですね。でもその艦長さんが爆風で飛ば、ね、本来はあの、はい、自分も一緒にということで、はい、ね、はい、爆風でバーンとも飛ばされて海に、はいはい、で艦長が運命、あ、艦長も飛ばされたんですけど、その時にですね、はい、小川久志さんっていうのが、あの飛行家の少佐だったんですけどね、この人も飛ばされたんですけど、この人は、はい、どっこい私の三男が富士重工におります、富士重工の社長をやったことがあるんですよ、小川太一というのが、小川清さんとか。これは恐ろしい運命のつながりですね、はい、戦後私は富士重工を訪ねていったんです、あの小川清さん、はい、わあ早川生きとったかちった言ったんですね。私ガッと抱きついて、あの小川清さんがね、はい、はあ、生きとったか、いやどうも申し訳ありません、ご無沙汰がちしてって言って、何の用事だとこう言ったから、いや私の三男が今度東海大学を卒業しますと、はい、来年卒業しますけども、ちゃんと試験を受けさせて富士重工になんとか入れたいと思いますけども、ちょっと小川さんがおられるということを聞いたもんですから、別に頼みに来たわけではありませんと。はい、お話に来たんだと。昔を思い出して、はい、早川の息子だったら大丈夫だと、早川君の息子だったら大丈夫だと分かった、この富裕校の社長が言ってくれたですね。それでまあちゃんと試験を受けまして、はい、ちゃんと試験を受けまして、はい、今はアメリカのシアトルの所長をやっております。この間まで 4,5 日青森に帰ってきておりましたけどね、はい、というお会いしたか、というようなエピソードもだんだんそれもつないでいっとですね、戦争がですね、